きチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっとあの全国ツアーサードザキライブで回らせていただいたじゃないですか、はい、札幌、東京、千葉、うん、名古屋、大阪、はい、福岡、はい、どこも大盛況でね。ねえ、でどこの地に行っても12球団ファンが必ずいるっていうのが、いや、ありがたかったですね、はい、しかも追加公演でね、はい、大阪、東京と年末にあって、うん、はい、来年はなんと、うん、行ってない県をどんと行っちゃうよっていうね。そう、なんとなく今予定がね、そうそうそう、はい、見えてきてるんですけど、はい、でそこでね、うん、話になって、はい、あ、チャンネルで言いますねって言ってね、はい、なった話題で、うん、今日はですね、はい、審判を題に挙げて、うん、はい、だから審判の方はこのチャンネルもよく見てくれてるらしいんですけども、審判の方は、はい、おい佐々木何言ってんやって来るかもわかんないですけども、はい、そこを切り込んでいくのが佐々木チャンネル。え、厳しいこと言っちゃうんですか。なんか厳しいことじゃないよ、うん、審判に逆に優しい提案よ。へー、ちゃんとやってる人には優しいし、はい、ちゃんとやってない人には厳しい意見になるし、うん、みんながお手伝いでランランランみたいな感じにはならないと思うけども、はい、俺はこういう改革が必要なんじゃないのかっていうことを打ち上げたい、うん、へえ。あ、っていうことはなんか審判の制度とか何かをこう、そうそうそう、みたいな、はいはい、やっぱりね、リクエスト問題っていう、うんうん、今年もね、はい、結構ありましたけども、うん、広島阪神戦で外野の、うん、はい、ね、写真の人のはワンバンしてたけど、うん、はい、リクエストではひっくり返らないでアウトになったとかね、うん、はい、ロッテ対日本ハムの札幌での試合で、うん、ファースト高山が足離れたんちゃうかっていうリクエストでその判定が覆らなかったっていう問題があるけども、はい、でもあれは仕方ないのよ、うん、もうなぜならカメラの映像にはっきりと審判の方がジャッジした反対のアウトって言ったら絶対的なセーフ、はい、セーフって言ったら絶対的なアウトの証拠映像が確固たるものがなければ現場のジャッジを優先するって決まってるんだよ、はい、だからあのレフトのやつもカメラじゃ多分分かんなかったんだろうね、うんうん、はい、その試合の映像ではね、その落ちてるかどうかっていう、落ちてるっちゃ落ちてるけど落ちてないって落ちてないみたいな、はい、そのはっきりとした落ちてるっていう状況が分かんないからジャッジ通りアウトになったんだよ、はい、でその後写真の人が出てきて落ちてんじゃんみたいな、うん、だからそれは後々であって映像じゃ分かんないからそれはどうしようもないよね。その場では分かりきらなかったと。そうそう、うん、であの札幌での問題でも、はい、いろんなカメラを総合的に頭に入れて展開したら足が離れてるからセーフなんだよ、うん、はい、でもセンターからのカメラでは足が離れてるかどうかが分かんない、うん、点カメでは足の離れたのは分かるんだけどいつ撮ったかどうかが映ってない。うん、だ要は一つのカメラの映像の中でそれが完結してないから多分変わらなかったと思うのね、うん、はい、ってなった時によ、うん、まあ、それじゃあファンの人納得しないじゃん、うん、そうですね、しかも広島とかよ、うん、最後もう負けたら終わりで、うん、クライマックスシリーズ戦ってる中で、うん、まあ、そういうことが起きた、はい、まあ、納得しないじゃん、うん、ってなった時によ、うん、でも審判の人もかわいそうじゃん、はい、だからもうここはね、うん、佐藤崎の提言を、うん、もうこれは聞き入れてもらいます、はい、まず、うん、審判の方にランク制度、ランクつけちゃうんですか、はい、うん、やっぱり、はい、正しい方は正しいなりに評価された方がいいと思うの、うん、審判の人の評価って、はい、分かりづらくない？資格とかじゃなくて、うん、うまいとかあった方がよくない？うん、ってなった時に、はい、まあ、何をもってうまいやっていうところを判断するのに、まあ、一つとしては、うん、リクエストされて、はい、反対のジャッジが出るってことは、はい、やっぱそれはミスジャッジじゃんね、まあ、そうですね、でしかもやっぱりリクエストがあるっていうことでやっぱ技術の進歩の妨げになったんじゃないのかなと。ああ、まあそれに頼ればいいやっていう。そうそう、まあとりあえず出しといて、うん、まあ、なんかあったらリクエストしてもらって変えていけばいいじゃんみたいな感じになっていそう、まあなってないかもわかんないけど、はい、そうなっていくんじゃないかっていう不安もある、はい、でその時にリクエストになりました、アウトがセーフになった、セーフがリクエストによってアウトになった、うん、その確率によってその審判の方のランクが変わるっていう。ああ、そういったところで技術の向上を図ってリクエストされたとしても、はい、いやリクエストしてもいいよと、俺のジャッジは正確だからねっていうようにした方が、うん、その審判の正確性も上がるし、はい、日本シリーズとか、うん、クライマックスシリーズのファイナルとか、うん、そういう S ランク審判にやってほしいや、はい、あ、誤審率が本当に少ないという、そう、うん、やってきた中のね実績が、でもそうやってじゃあ覆ったら自分のマイナスになっちゃう、だからでもそれを練習すればいいじゃん。そうですね、だって仕方ないじゃんね。そうしたら審判団がそのリクエストの時に、まあ、ちょっと危ういからここは判定覆るのはやめようみたいにならないですかね。なるじゃん、はい、あるのよまだ。あ、あるんですか。
もう審判の方が判断するのはやめよう、身内じゃんね、はいはい、だそうなるじゃんっていう、うん、やっぱ今袴田さんみたいなやっぱ疑念が生まれるじゃんね、はい、うん、審判の人がやっちゃうと、はい、うん、結局は自分たちに跳ね返ってくるから甘くなるから、うん、そうですね、もう第三者として、うん、でも第三者したら雇用体系、はい、もしくはお金かかんじゃんっていうやん、うん、俺いいのに発見したの、はい、第三者の判定は公式記録員、はい、あだからヒットとかエラーとかつけてる人いるじゃんね、はい、今のはエラーヒットでいいじゃんみたいなのもあるし、うん、今のヒットエラーじゃんっていうのもあるけども、はい、その公式記録員の人は公式に記録をつけてるわけでしょ、はい、リクエストが生まれた場合、うん、公式記録員が絶対球場にいるから、はい、その人が判断すればいいじゃん、あ第三者いる場所とかも問題ないんですかね、でだって別にカメラで見るんだから一緒じゃん、あそっか場所関係ないから、そうですね、でもあの解説説の横並びのところにいたりするからね、はい、あの記録員、うん、であのそのアウトかセーフとかも、はい、あの多分ビデオとか見たりして多分決めてるんだろうから、うん、だからそ あのリクエストの判定も、はい、審判団の方の当事者が直接やるより、はい、もしくは第三者の審判やっぱり仲間内がやるよりは、うん、まあ、第三者としての全く審判の人と関係ない、はい、で必ず球場にいるで新しいコストを生み出さなくてもいい、うん、公式記録員でいいやんって、あ確かに、で公式記録員がリクエストを判断して、うん、あこれアウトですよセーフですよって、うん、だって記録員公式記録員だってヒットもエラーも判断してんだから、うん、それも判断すればいいじゃん、はい、一緒のことじゃんね、うん、だって要はヒットもエラーも、はい、要は選手の生活の影響めっちゃするわけよ、はい、エラーがヒットになることによってピッチャーの防御率は下がるし、うん、ヒットがエラーになることによってバッターの打率は下がるわけじゃん、うん、直結してんだから、はい、アウトもセーフもその人が決めたらよくない、あそうですね、そしたら別にずっと球場にいるしね、うん、必ずどの球場にも、うん、でまあ別に人員を増やす必要もないし、うん、コストもかからないし、まあ、そうしたら審判の方々が自分に有利になるようにということはできないですね、できないできない、うん、で第三者の公式記録員が判定してアウトって言いましたけど、はい、セーフですよとか、うん、あそしあセーフのままですよとかね、うん、本当に今ももちろん集中してきっちりやってると思うんですけど、うん、さらに向上そうそう、ね、して、まあ、向上してもらいたいんじゃない、うん、技術の向上を図ってでそれによって、はい、正しい人には正しい評価されて、うん、もっと収益が上がるようにしてあげてもモチベーションになるじゃんね、うん、その年功序列ないけど年を重ねば、うん、もしくは上がっていく、はい、もしくはその辞める辞めないだっても、うん、その一つの それじゃないけどね、うん、それだけじゃないけどそれを一つの判断材料にして、はい、その給料の噂であってもいいし、うん、だからあともしくはボーナス、はい、っていう形でもあっていいし、表彰、うん、この NPB から最優秀選手、はい、今年リクエストが一番少なかった、うん、もしくはその覆るのが少なかった審判はこの方ですみたいな感じでされても、はい、その人の格が上がっていいじゃんね、そうですね、うん、じゃあまあ S とか、まあ、A とかあるとしたら、うん、その方々が日本シリーズはやるやるとかね、クライマックスやるとか、うん、その大事な時やると、うん、そしたらまた日本シリーズの審判の格が上がるし、はい、日本シリーズの審判の選択ってどうやって選ばれてんだろうって俺分からんじゃん、いやどういうのでしょうねあれって、うん、だそこでそういうので選ばれてたら、うん、日本シリーズする審判はもっと名誉なことになるじゃん、はい、少数派の中の人しか日本シリーズを裁けないって、はい、すごい名誉なことを、うん、その一つのルールにのっとってやることによってより周りも分かりやすいっていう、はい、なんか審判のことって結構謎が多いじゃないですか、うんうん、じゃあみんな給料一律なの、それかも年功序列なのか、うんうんうん、審判の方って全球場もローテーションで回ってるような感じなんですか、そうそうそう、今はね、昔はセパで分かれてたけど、はい、もう今は12球団一緒になってる、じゃあどうやってじゃあ日本シリーズが本当選ばれてるんでしょうね、うん、そういうのも査定の一つにしていけば、はい、だからもし審判の人が S 級だったら、はい、S とかなんかバッチつけたりしてね、はい、ああいいですね、こう勲章じゃないけどね、はい、そういうのも表彰していくとか、そう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 、S じゃないと変わった動きはしちゃいけないとか、まあそれはないけどね、はい、結構楽しいやつもあるんで、なんかこういうのとかだからそういうので第三者をつけてやるとやっぱファンの人とかもまあ納得しやすいっていうところもあるだろうし、信頼度も上がるし、審判の人もより向上心持ってやれるし、でしかもその向上心持って結果に結びついたら給料という報酬を変えてきたりとか勲章ということを変えてきたりとか、世間の人全員がその審判の人が素晴らしいっていうのを客観的に分かったりとか、今もうねリクエストも始まって数年経つけども、今が一回立ち止まって変革し時だね、いいものの中で変化していかなきゃいけないから、そのためにあえて今日は発言します、はい、もう誰かを敵に回しても、はい、だこれをやってほしいね、うん、よくなるためだからね、と
ってもいいと思う。誰かを貶めるっていうよりも、はい、良くなるためだから、うん、みんながね、はい、見てる人も審判の人も選手たちも、うん、野球界にとってもいいことだから。なんかあの人が言うんだったらっていう信頼度とか、やっぱり一試合の本当にその判定で試合がこうね、うん、なることもあるので、うん、信頼感のおける方にやっぱやっていただくっていうのファンとしてもなんかこう、ね、いいじゃんね、嬉しいですしね。だからそういったところをね、まあ、一つリクエストっていうのもね、はい、その査定の中の一つに入れてもらって、うん、そういうねこの覆るどうかっていうパーセンテージでね、うん、評価するっていうのもいいことだと思うし、それを公式記録員の第三者がね、はい、つけるっていうところで新たなコストを生み出さないんで、はい、ちょっと考えてもらいたいですね。あの審判の方ってどこに所属してるんですか？ NPB に所属、うん、あじゃあ、まあ、NPB の方ちょっと考えてもらいたいですね。そうですね、皆さんはねこの意見どう思いますか？